バルト連合公国、バルト連合公国は、ロシア革命後に、今日のエストニア、ラトビアの地に構想された国家、リボニア大公国としても知られる。ドイツ帝国はロシア革命後、ロシア帝国領の、を占領した。この際に、バルトドイツ人貴族と亡命ロシア貴族が、構想したのが、このバルト連合公国である。そこでは、クールラント公国、 エストニア及びリボニア公国を創設し、これらをプロイセン王の同訓連合のもとに置く計画であった。第一次世界大戦の終結前に、ドイツ軍東部全軍最高司令官のもと、ドイツ軍はすでにこの中世リボニアの地を占領下に収めていた。第一次世界大戦の中の1915年の秋、ドイツ帝国陸軍はロシア帝国領のを占領した。 戦線は、伊賀、デューナブルク、バラーノビチで交着していた。ロシアで2月革命が起きると、1917年4月12日、旧暦、3月30日に、エストニア自治権がと、北部から創設された。10月革命後、選挙で選ばれたエストニア地方議会は、1917年11月28日に、自ら主権宣言し、また、 ドイツ軍の到着前日の1918年2月24日にはエストニア共和国として独立を宣言した。西側連合国は1918年5月エストニア共和国を事実上承認した。ラトビア国民議会が1917年11月16日に発表された。1917年11月30日に国民議会は民族の分布領域内に ラトビア自治区を宣言し、そして1918年1月15日、ラトビア共和国として正式に独立を宣言した。ロシア革命後、ドイツ軍はクールラントから進軍を開始し、1918年2月の終わりまでに旧ロシア帝国のリボニア県を軍政下に置くと、エストニア自治県は独立を宣言した。1918年3月3日の ブレストリトフスク条約では、ボリシェビキロシアはの放棄を受諾し、また1918年8月27日に、ベルリンで締結した協定では、エストニア自治県とリボニア県の放棄が追いされた。ドイツ軍の占領下の政治運動と並行して、1917年の9月から1918年の3月までに、バルトドイツ人は地方議会を作っていた。 1918年の4月12日に地域議会は35人のバルトドイツ人、13人のエストニア人、11人のラトビア人によって構成され、ドイツ皇帝がバルト海の地域を君主制国家であると認め、ドイツの保護国にするように求めた決議を可決した。1918年の3月8日と4月12日に地域のバルトドイツ人が優位に立っていた。 クールラント地域委員会とリーフラント、エストラント、リガ、エーゼル、連合地域委員会は、おののの国家である、クールラント公国とバルト国家の独立を宣言した。両国は、プロイセン王国と個々のつながりがあると公表したが、これについては、ドイツ政府は承諾に応じなかった。バルト地域は、ソビエトロシアが、ブレストイコールリトフクス条約で、 バルト宴会諸州の権益をすべて放棄した半年後に名目上、ビルヘルム二世に主権国家として承認されている。1918年の11月5日には、アドルフ・ピラル・フォン・ピルハウ、男爵に引きられる新国家の臨時接承議会が2つの地域国家議会を基礎にして形成された。新国家の首都はリガとされた。この国家は、 クールラント、リガ、レトガレン、ラト、ガリ、南ルイフラント、南、リボニア、北リーフラント、北、リボニア、エーゼル、サーレマー、シマ、エストラント、エストニア、七つの州による連合国家とされた。このうちクールラント、リガ、レトガレン、南ルイフラントが、現在のラトビアにあたり、残りの北リーフラント、エーゼル、エストラントが、現在のエストニアに一致する。 バルト連合公国の初代元首には、君主として、メクレンブルクイコールシュベリーン公爵、アドルフ・フリードリヒが選ばれた。しかし、主権のある君主ではなく、ドイツ皇帝の会に置かれており、他のドイツ帝国の大公や公爵のような扱いにされた。しかしアドルフ・フリードリヒはこの座に就くことはなかった。4人のバルトドイツ人、3人のエストニア人、3人のラトビア人からなる。 接政議会は1918年11月28日まで機能した。しかし、ドイツを除いて国際社会から認識されることはなかった。1918年10月にはドイツ帝国最小であったマクシミリアン・フォンバーデンはバルト諸国に対する軍政を解き市民に戻すべきと提案している。この新しい政策はドイツ外務省から バルト海軍西部に電報によって提示された。内容は以下のようなものである。1918年11月18日、ラトビアはドイツからの独立を宣言した。また、エストニアでは次の日にドイツ軍西部からエストニア自治政府首脳、コンスタンティン・パッツに主権を移動した。ドイツは1918年12月7日に主権を正式にカールリス・ウルマニス。 が代表するラトビア政府に譲渡した。しかし、この地域にいた軍政部はこれを認めなかった。軍政部のリューディガーフォンデアゴルツ将軍はドイツ本国の命令には従わずに占領を続けた。バルト連合公国が国家防衛軍として編成した軍はバルト防衛軍と呼ばれていた。バルト防衛軍の指揮を取っていたのはバルトドイツ人事主の公園で男爵となっていた。 アルフレート・フレッチャー、少佐である。彼は、元から住んでいた、ラトビア人要員の解散をはじめ、その後に、バルトドイツ人と、ドイツ帝国軍を配置し始めた。司令官の位置は一斉に、ドイツ人に変えられていった。によって書かれた、ナチズムの前衛、戦後ドイツにおけるフライコアの活動、1918から1923には、 アルフレート・フレッチャー少佐のことが記述されており、1919年2月の半ばには軍に加わっているラトビア人は軍全体の1、5より少なかったと記している。ラトビア独立後、統治を続けるゴルツ将軍の軍による軍事的圧力から英軍が退却すると、ロシア白軍の軍部隊とドイツ義勇軍は東に進軍し、1919年5月22日には、 リガを占領した。リガ占領後、ドイツ義勇軍は、ミタウ、ゲンイエルガバ近郊で三百人、トゥクム、ゲン、トゥクムスで二百人、デューナミュンで、ゲン、ダウガフリバで百二十五人、リガで三千人以上のラトビア人を殺害したと、告発されている。リガの占領後の1919 19年六月、連合国の予測通りに、ゴルツ将軍は部隊に投身を行わないように、 命令時、北のエストニアに向かって軍を進め、占領するように命令を出した。6月19日には、鉄師団と陸軍部隊は、弁ン現在シス近郊を攻撃占領するために動き始めた。バルト防衛軍は、ペトログラード攻撃の元準備として、エストニア海岸線に沿って攻撃を続けた。しかしながら、バルト防衛軍は、エルンストポーデル、 引き入る北ラトビア師団と第三エストニア人師団と遭遇し1919 19年の6月19日から23日にかけて行われたチェイシスの戦いで敗北した。6月23日の朝、ドイツはほとんどの軍がリガに向けて退却を始めた。連合国は再度ドイツは軍をラトビアから撤退させるようにと求め、エストニアがリガへと進軍していたため、これに干渉して、 エストニアとドイツ義勇軍の停戦を課した。同時に連合国はヒューバート・デラペルガフ、白爵将軍の元にいた英軍の作戦を組み上げ、この軍はバルト諸国に存在するドイツ軍を総統資に向かった。また、バルト諸国のためにバルト諸国の住民による軍を編成した。第一次大戦にドイツが敗北したのは1918年の11月であった。 第3エストニア師団と北ラトビア旅団によってゴルツ大将のバルト防衛軍とドイツ義勇軍が敗北した結果バルト連合公国の構想は最終的に放棄されたラトビアの統制が戻り安定するとバルト地域のドイツ軍は英国の権力の下に置かれるようになった1919年7月半ばにはバルトドイツ軍の統制権を引き取り ハロルド・アレグザンダー・チューサは、バルト・ドイツの軍を徐々に解体していった。エストニアとラトビアは、独立し、共和国として生き残ることになった。その後この構想が再度提唱されることはなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。